田川市は福岡県の中央部に位置する市である。筑豊地方を構成する自治体の一つで、飯塚市、農方市と並んで、筑豊3都に挙げられる。田川地区の中心都市である一方、北九州都市圏にも属している。観光説発祥の地としても知られ、筑豊最大の隅戸であった歴史を活かした町づくりが行われている。田川市中心部周辺の空中写真。 2009年5月1日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。河原武田川市街と大阪山市内から望む福知山田川市は、福岡県のほぼ中央部に位置し、北九州市中心部から南南西約 30km、福岡市から東北東約 50km、行橋市から。 西約2 0キロメートルの地点にある。旧ブ全国に属していたこともあって、北九州市や床橋市などの建築地域との関係が深く、北九州都市圏にも属している。北を除いて、東、西、南の三方を山々に囲まれている。東には、田川のシンボルでもある河原岳、西には、千尾山、南には、全国的に霊峰として知られる。 彦山を主砲とする山々が並ぶ。平野部には、彦山を源流とする彦山川と、中原寺川が流れ、下流の平野部と結ばれている。三方を山に囲まれた内陸部に位置するため、陶器は放射冷却で冷え込みやすく、雪が降ると積雪することもある。夏季は真夏日になる日が多く、35度以上になる日もある。単鉱節発祥の地名字末から、 田川は三井を中心とした炭鉱の町として繁栄した。1900年、三井田川工業所が設立されると、仕事を求めて全国から移住者が訪れた。田川は、地区最大の住人として栄え、1943年、後藤寺町と伊田町が合併し、田川市が誕生。戦後、1950年代には人口が10万人を突破した。しかし、 1960年代のエネルギー革命でエネルギー源が石炭から石油に転換すると石炭産業に陰りが見え始めた。1964年、三井田川工業所は閉山。その後は新会社の新田川炭鉱が事業を引き継ぐ形で創業を始めたが、1969年に閉山。この影響で市内に残っていた小規模炭鉱も閉山を強いられ、 1971年に田川市内の炭鉱はすべて閉山した。炭鉱の閉山後、前世紀の半分近くまで人口は減少したが、産業構造の転換に向けた取り組みが行われている。工業では、北九州工業地帯に近い位置の利を活かして、炭鉱跡地を工業団地として再生し、企業の誘致が進められている。医療、福祉では、1992年、医療、 福祉の人材の育成を目指し、伊達地区に福岡県立大学が設立された。近年では、田川市石炭、歴史博物館が所蔵している山本作米の炭鉱記録画がユネスコ世界記憶遺産に登録され、観光客も増えている。雇用や生活保護の問題も依然として残っているが、自立に向けての努力が続けられている。歴代市長田川警察署市街地、 田川板駅周辺地域と田川、後藤寺駅周辺地域を中核拠点として、両地域をつなぐ、国道322号沿い、及び、田川市役所交差点から南北に伸びる青葉、中央通り沿いに、中心市街地が形成されている。後藤寺地区の市街地の一部は、国道322号に沿って、川崎町、池尻地区にまで連なっている。また、昭和五十年代に、 国道201号田川バイパスが開通してからは、市街エリアが中心部から北側に拡大しており、バイパス沿線の川群、下、伊田、夏吉地地域で、郊外型の商業エリアを形成するに至っている。福岡県立大学このほか、福岡県立田川高等学校については、田川郡河原町に所在している。中学校の再編市内に発行ある、中学校のうち、 イノシシキン中学校を除いた上記7校を下記2校に再編する予定である。両校とも2023年4月に開校予定。田川東中学校は、現、伊田中学校、田川西中学校は、現、後藤寺中学校の位置にそれぞれ開校する。閉山した炭鉱跡地などを活用して、工業団地の整備を行い、市内への企業誘致が進められている。 近年は伊達地区に設立された田川情報センターを中心として田川市群の企業、大学、各種教育機関、商業施設等における IT 化推進への取り組みが行われている。田川情報センターではパソコン講座を受講したり、持参した自身の端末から無料でインターネットサービスを利用したりすることができるほか、一部情報関連の 資格試験も開催している。国道201号多川バイパス沿いの川口地区、芸田地区、夏吉地区に大型ロードサイド店舗が集積している。以前、福岡県立大学周辺の海田地区には、魚市場や聖火市場が立地していた。後に漁市場は閉鎖となったが、跡地にトライアルが進出。さらに、付近へドライブスルー付きのファストフード店が進出するなど、 近年は、商業地としての色合いが強まっている。中心商店街、伊田商店街入口田川伊田駅前の五皿、福岡県道204号田川西川線。奥に、風収む八マングルの鳥居が見える1992年に、ミスターマックス、田川バイパス店、1998年に三里部、田川が川口区に進出。これにより、モータリゼーションによる、 郊外開発車がかかり、中心部の井田、後藤寺などの商店街は空洞化が著しくなった。かつては大型総合スーパーのことぶき屋が、両市街地に立地していたが、どちらも閉鎖、解体へと追い込まれている。田川市は、中心市街地の空洞化に歯止めをかけるために、平成26年度に、田川板駅周辺地区都市再生整備事業が開始された。この事業では、 田川板駅舎のリニューアルや、駅前広場の整備、指導鉄砲町後藤寺線の拡幅などが行われた。また、1994年に移転した田川東高校跡地については、田川市が地域の交流拠点としての活用策を模索していたが、2016年6月に田川警察署の移転候補地として検討されていると報道された。田藤寺商店街では、 買い物客にコミュニティバスの片道無料乗車券を発行するなどして集客工場に努めている。商業施設郵便局、伊田郵便局、古藤寺郵便局、簡易郵便局出張所、郵便番号市内の地上デジタルテレビ放送及び FM ラジオ放送は主に行橋中継局からの放送波を受信している。行橋局の受信が困難な地域については 金国山に設置された五藤寺テレビ中継局及び河原町内にある河原テレビ中継局がカバーを行っている。また AM ラジオ放送については、主に NHK 春日ラジオ放送所及び RKBKBC 和白ラジオ放送所の放送波を受信する。ケーブルテレビ2021年7月現在、市内においてケーブルテレビのサービスを展開している事業者はいない。 コミュニティラジオ市内にコミュニティラジオ局は存在しない。2017年頃に田川と関わりのある有志が集って FM 田川開局準備室を設置したり、2019年には市内に拠点を置く株式会社共同ポケットがリバーサイド FM の開局を目指して活動したりと、コミュニティ FM 放送局の開局に向けた動きが何度かあったものの、2021年2月時点では、 実現に至っていない。その後、共同ポケットは YouTube を活用したインターネットラジオに方針転換し、リバーサイドラジオのチャンネル名で配信を行っている。田川市周辺の鉄道路線田川ご当寺駅、田川板駅田川ご当寺駅の JR、九州線ホームと、平成筑法鉄道糸田線ホーム、JTB 時刻表による中心となる駅は、田川ご当寺駅である。 田川市は伊賀町と後藤寺町が対等合併して発足した市であるため、それぞれの中心駅であった伊賀駅と後藤寺駅のどちらが市の中心駅として田川駅を名乗るか論争になった経緯がある。結局は両駅を市の中心駅として扱うことにし、また市の中心をアピールするため駅名の頭に田川をつけることで落ち着いた。列車の運行上においては、 JR 九州では、田川ご当地駅が奇襲点となることが多く、平成築法鉄道では、田川板駅が奇襲点となることが多い。ただし、平成築法鉄道糸田線については、田川板駅を通っておらず、田川ご当地駅が終着駅となっている。西鉄バスが、田川市と近隣市町村、福岡市、北九州市などを結ぶ路線バスを運行しているほか、 西鉄バスの通らない、市内地域のバス交通として、田川市、コミュニティバスが運行されている。1959年に、田川後藤寺駅付近に後藤寺バスセンターが開設され、半世紀以上にわたり、田川市の西鉄バス路線の拠点として、長距離バスや各方面への路線バスが数多く発着していたが、 建物の老朽化が進んだことから2016年9月末をもって閉鎖された。これにより、同年10月1日以降からは発着場の変更が行われた。長距離バスにしてつばすによる運行。国道201号、八木山バイパスを経由し、田川市と飯塚市、福岡市などを結ぶ特急、急行、直行がある。 これらは全便にして津後藤寺を発着、または経由し、飯塚市、福岡市の他に、糸田町、笹栗町、か谷町内で乗降扱いを行う。一般路線バス、田川市、コミュニティバス高速道路市内には通っていない。最寄りとなるインターチェンジは、以下の通り。一般国道剣道川あたり新興再風地、八幡神社の巨大門松田川市美術館。 中村美術館、愛上を順に記載。ありがとうございます。